どうも、一応です。はい、レコードキーパーいきます。今回はこちらです。はい、フェスのね、はい、無料チケット、フェス期間中に配られる無料チケットの紹介でございます。毎回ね、恒例ですね。まあ、ここは、特にね、何が欲しいというわけでもなく、新規だったらまあ何でもいいかなという感じです。はい。まあ、未所持のね、覚醒であったりだとか、シンクルでね、あったりだとか、D 角、究極審議。まあ、この辺弾ければね、まあ、おの字なんじゃないでしょうかという感じで。まあ、問題は何個弾けるかというところありますけども。はい。まあ、とりあえずね、まずは早い段階で1個、弾ければ嬉しいですね。はい、じゃあ行きます。全部で10枚だったかな？もう、長いのでね、10枚も消化しないといけないので、さっさと弾いていきます。さあ、どうでしょう？おー、いいじゃない、いいじゃない。もう幸先いいんじゃないですか？いや、でもまあ中身ですよね、大事なのはね。スキップいきます。はい。止まらなかった。これは、星8は出るのかな？はい、これは見たことないと思う。あ、いいですね、いいですね。新規じゃないですか、これ、多分。さあ、どうだ。はい、来ました。はい、はい、はい。これはアルティミシア、ミシアさん。で、これはガブラス。ガブラス D 角。いいっすね。ガブラス D 角。この間、フェスで弾いたんですけど。はいはいはい。これは、ちょっとどうなんでしょうか。ちょっとわかんないね。使ってみないとわからないというところあるんですけども。まあでもね、ガブラス、弱体の、なんだっけ、専用ガビか。あれが実装されたことによって、だいぶね、使いやすくなりましたので、はい、闇チェーンも持ってますし、シンクロ覚醒 D 角、もうね、揃ってるので、まあ、なかなかの強キャラにね、育ってきてるかなという感じはします。はい、ヘビーチャージのモードなのかな？これ、この D 角は。まあまあ、それでも弱体はできそうですね。うんうん。まあ、ありがたいですね。そして、はい。リミブロチェインですね。うん。ありがたい。まあ、チェイン役として、はい、ファリス使っておりますので、うんうん、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。はい。ということで、ちょっと一回戻りまして、出現装備一覧。これね、毎回確認してるんですけども、あ、一応星8出るんすね。はいはいはい。星5が 4%。これちょっと怖いよね。怖いって言ったらさ、これまた引いてくるのかなっていう。引いてくる、寄せてくるっていう気がしないでもないですけど、なんとかここは回避したいところではあります。さあ、どうだ。わあ、いいですね。個数は結構出てますよ。やっぱね、闇鍋は、個数ね、たくさん出てくれないと、面白くないですからね。さあ、どうでしょうか。お！持ってないと思う。なんか新規が続々と出てきてる気がするけども。はい。あー、はいはいはい。セルフィーとバッツ。はい。そして、リミットブレイクオーバーフロー。まあ、シェルクはね、あんま使わない。今後も出番あるかどうかちょっとわかりませんけども。まあ、脇を固めるという意味ではこういう装備はあっても、まあいいのかなという気はしてますけども。いつか使うときが来ればいいかもしれない。さあ続いて行きましょう。どうだ。いいっすね、いいっすね。とにかく虹一個をさ、ちょっと回避していければ、まあいいんじゃないかなとは思いますけども。さあどうでしょう。ゼザーの戦技。おぉ。多く溜まる。ゲージが多く溜まる。ほう。へぇー。はい、ありがとうございます。ゼザーもね、あんまり使わないっすね。覚醒は持ってたかなって感じですけど、あと他持ってないような気がしたので。いいですね。個数多く出てますね。この調子でね。たくさん弾ければいいですね。刀。あれ、持ってる気がする、これ。お、銃だ。ラグナとかかな、これ。ファブリスね。あー、覚醒だ。ラグナの覚醒2かな。
だよな。あーもうここは全部被っちゃいましたね。あやめレイラ。あーなるほど。はい、もうどんどんいきます。ラグナもねちょっと強化したいんですよね。この覚醒通一つしか持ってないので、もうちょっとねシンクロとか欲しいとこだんであるんですけど、さあ個数多く出てます。これはありがたい。これは誰、ルルーとかかな。あー見たことある気がする。これはこれはわからん。あー被ってますね。ここに来てちょっと被りが連続で来てる。リチャード、はい、ルールレジェマテ、アグリアスで、リチャード覚醒。覚醒引けてるんですが、ちょっと被りの傾向にある。さあこの雰囲気ちょっとね出したいですね。オッケーオッケー。虹一個は回避できてるからいいんじゃないでしょうか。これ同じやつでね、違う、あ違う、同じやつじゃない。お一瞬同じ装備でできたのかなと思ったけど、リチャードマテリア、リチャードもあんま使わないからね。うん、まあ追撃か。はい、ありがとうございます。さああと何枚あるかちょっとわかりませんけど、もうそろそろ終わりの方向に向かってるんじゃなかろうか。ガブラス D は出たけども、それ以来はちょっと手応えのある引きはできてない。さあこれ何でしょうか。1個でもいいからね、星7だと嬉しいよね。あっとアルフィノか、これ違う、弟子かな、弟子でした。アルフィノじゃない、弟子ね、弟子神奥義。さあとことん被ってくる。なかなかこの被り地獄から脱出することができない。どうしようか。このまま行ってしまうのか。どうなんだ。いいですね。いいですね。一個でも星7引けてますね。はい。お!リュック。リュック臭くね?新奥義。ああ、いいっすね、いいっすね。まあ、リュックはね、水、チェーン役ではありますんでね。まあ、ありがたいですね。うん。はい。はいはいはい。なるほどね。あ、属性アップもするのか。属性アップ、違うな。幻突はアップしないのかな?属性ダウンさせて、味方全体の水属性、攻撃力レベルを2段階アップ、属性アップか。オッケーオッケー、いいんじゃないですかね、これもね。うん。さあ、まだいける?あ、まだいけます。なんかね、目の覚めるようなね、当たりが欲しいですね。さあ、どうでしょう。オッケーオッケー。虹一個は回避できている。さあ、ミラボだったら、未所持の覚醒とか、これも持ってる気がするな。あれ持ってないか?どうだったかな?あ、持ってない。ギルガメッシュ覚醒。あー。フルバフか。フルバフだが、5のメンバーに入ってくるか?まあまあまあ、でも今後ね、5のクリダン、コキがね、入ってきたら、もしかしたらこれが生きる可能性もあるかもしれない。うん。ありがたい。まだいける。まだいけます。まだチャンスは残されている。まあまあ、ね、今のは取っといて、損はないかなっていう感じの装備ですよね。おお、来ましたね、来ましたね。はいはい。まあいや、でもまだ中身が大事ですから、中身がね。はい。いや、これはどうだったかな?見たことあるような気がするな。はい。これなんだ、これ。すげえ衣装だな。これセルフィーとかなんすかね。これは持ってる気がする。やっぱり。ミウ D か。なんか見たことあるなと思いましたね、これね。D は引けたが、かぶりと。メイヤ。あー、なるほど。ケフカ。ケフカのゲージ戦技。あれ、これ持ってたのか。なるほど。そして、セルフィー。セルフィーシンクロ。セルフィーもね、ちょっとあんまり使ったことないですけど。まあまあ、でも、
いいんじゃないでしょうか。そしてかぶり、もうこれで終わりかな。あー、終わってしまいましたね。最後ね、ちょっといい当たりはあったんですけど、まあまあでもかぶってしまったけどね。こんな感じで、はい、チケット消化を終えたいと思います。はい、どうしようかな。もうちょっと行くか、チケット。まだチケット残ってるんですよ。あの、ミッションでもらった、期限付きのチケット。これ消化しようかな。いや、一回ここで区切りますか。これ使って、ね、期限付きのチケット使って、それからフェスのスタンプ取りに行って、でスタンプ交換のアイテム取りに行ってって感じの動画を次の動画でやろうかな。はい、そうします。とりあえずね、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。